どうもクニズです。マキです。ブンブンです。リョウです。ナイです。はい、というわけで今日5月20日土曜日、大和スタジアム、ドカベンスタジアムの方に来ています。来ました。さあ、リョウさん、はい、今日は何をしに来たんですか？今日はね、アカデミーのね、日本代表のトライアウトに来ました。クーニンズの下克上メンバーで頑張っていきたいと思います。そうそうそう、行こう。最後はいよいよトライアウト、レッツゴー。はい、はい、来ました。はい、ユニフォーム着替えてグランドインしました。いいね、ということで、じゃあ西もいい球場、西もいい球場ですね、一番いい、ブルカベングランド一番いい、ジャパンに挑戦したいと思います。はい、はい、一番良い。それでは頑張っていきましょう。行こう。よし、ライル、はい、えい、今日の調子どうですか？今日の調子はいいです。いいですね、すごくいいです。ボール来てましたね。来てたね。オッケーですね。マッキーも負けてない。かなわない。マッキーは、さあ行きましょう。ヘイ、おっさんめ、ヘイ、ワッツァ、リョウ、今日は微妙やな。今日微妙っすか？え、マッキーはいいな。マッキーいい感じですか？そんななんかいいよ。株上げないでくださいよ。お、上げてこ。あずす、これで落ちたら笑います。上げてこ、最初上げてこ。はい、ブンブン、上げてから。うえー、ありがとうございます。ライル、いよいよ始まりますけど、どうですかこの雰囲気？どんどんピリピリ感が強くなってきてるんで、はい、それも自分もだんだん高まりつつも、そうですね、萎縮しないように頑張りたいですね。緊張感で固まっちゃったらいいですね。もう一人いる？いける？じゃあいけるのはどんどんいっちゃう。いいよ。ピッチャー、もうブルペン行くから、はい、最初1234ブルペス4番までブルペン、こっちのブルペン入るから、はい、キャッチボールしてブルペン行っちゃっていいよ。はい、はい、そうせ、国のケイ、世界一遅いやつ、国のケイ。はい、で今日ブルペンで先ほどね映像も撮らせていただきましたが、今高校生で、まあ、ピッチャーをやってるということで、ちょっと立ってもらってもいいですか？ちょっと無理やろ。ちょ、リョウさん並べないと。ちょ、リョウさん並んで。リアル恥ずかしい。リョウさん身長いくつですか？リョウさんが背伸び、ちょ背伸びしないでください。無理や、背伸びしても勝てない。背伸びしないで。180センチですか？リアル恥ずかしいやつ。今の身長はいくつですか？189です。でかい。でかい。本当にでかい。人よりもでかい。あ、強いだけ。オーケー。強いだけ。やろう。ルイ。ナイバッチ。ナイバッチ。そっち方向いいよ、そっち方向。行った。ホーム。ダメ。ダメ。オーケー。角度によっては。Thank you.
サイド OK、 よく叩いた。お疲れ様です。お疲れ様です、はい。トライアウトどうでした？緊張しましたね。緊張しました。人数がこんなに多いとは思わなかったです、ね。キャッチャーいっぱいいましたね。キャッチャーいっぱい、みんな肩強かったですね。そうだったね。なんか前半はちょっとラスト出てなかったかなって。前半ちょっと静かめに行きました。後半ほんのいい送球が一発出てから、そうっすね、やっぱ自分らしさが出てきたかなって。いつもの送球が行ってから自分を出せましたね。うん、楽しかったですか？楽しかったです。後半楽しめたんで、うん、よかったです。ノックからね、自分らしさが本当出てたね。ノックから声出してよかったです。今日トライアウトを受けたメンバーでやっぱブンブンとリョウさんのファンもいたということで、最後にみんなでクーニンポーズ、せーの、どうもー、どうもクーニンズです。どうもー、あざす。仲間とあの場所めがけ、朝眠い目をこすって出かける。玄関出る前肩にかけてぐ、気持ちと道具詰め込んだエナメル、半端なし命かけた分、フォーシーズン服は汗だく、気持ちは負けたくないから駆け出す、あの土の上で輝く。